はいこんにちは、えー、先ほどのウッズマンの続きになりますこれはですねコルトトウッッママンマッチターゲットと言われる、えー、銃です、えー、通常のウッズマンより、えー、この辺のところにですねしっかりとしたバレルに対してですね肉厚で作ってあってまあ重さを稼いで反動を抑えるということで、えー、マッチターゲットっていうぐらいですから競技銃としての何、えー、ていうんですかね、えー、コンセプトで作られた銃ですね えっとまたあのワイルドセブンの話で恐縮なんですけれどもこの銃はですねえ劇中でヘボピーというですねヒバに続いて2番目の隊員となったえそのヘボピーという元ヒッピー彼がですね愛用している銃ですまあこのえ緑の墓の中ででもですねえ刑務所から脱走しようとしたえ犯人のですねえーロープをですねこのマッチターゲットでビシッと狙ったりですね かなり大きな体のヘボピーにはよく似合う銃だったというふうに思います。ただ残念ながらこれもですね威力不足ということでですね終盤ヘボピーはオートマグというですね44マグナムを発射できるオートマティック拳銃に切り替えてしまいます。 まあ途中はモーゼルを持ったりですねモーゼルはもともと私の大好きな世界が使ってた銃なんですけれども、まあ、それをですね2丁持ってみたりですねヘボピーは比較的ですねオートマティックが好きで、まあ、その中で最後に使ったのはオートマグ、そして最初に使っていたのはこのコルト・ウッズマンマッチターゲットということで、まあ、ウッズマンが出てからすぐにですねもともとは MGC の方からこのマッチターゲットも発売されました。で、 えー、MGC が廃業してからですねこれもですねクラフトアップルワークスさんがですね、えー、モデルガンにしてですね、まあ、あのまた再販してくれているというものでございます持ったバランス本当に狙って打つということであればですねまあこちらのウッズマンよりもですねあのヒバちゃんのモデルよりもですねこのマッチターゲットの方がいいと思います でこれは MGC のバージョンのやつも私いくつか持っておりますのでまああの断言はできないんですけれども、えー、今年中にはですねバンバン発火してですね、まあ、快調なところをですね皆様にお見せできるように調整等に励んでいきたいというふうに思いますまあウッズマンばっかりで恐縮なんですけれども向、まあ、こう並ぶとなかなか壮観じゃないかななんて思いますそれでは